語り継いでやるよ。あのさ、考えたんだけど、母さん、貧乏人がどれだけ相手にされてないか。いくら勉強したってさ、俺はあいつらみたいになれないし、なりたくもないんだよ。あんたへの風当たりが強いのは知ってるわよ。だから、あんたのためにって思って必死で働いてんのに、そのくらいの才能があるんだもの。あんたのためにと思って働いて、何のために。あんたにはエリートになって荒坂タワーの最上階に勤めるくらいになってほしいんだよ。それが母さんの望みっていうか、夢ってやつ。はあ、こんなもんつけちゃって。ガキがサンビスタン？それも既製品じゃないわね。その代わり、私の仕事を手伝わない。ルーシーよ。デイビッド。私たち、いいコンビになりそうじゃない？こいつは確実にお前さんの精神を蝕むだろうよ。それって他人の夢じゃん。他人？あんた人の夢のために生きてるの？それってダメなことなのか？夢は他人のものじゃないわ。悪いがそいつは俺だ。この世界で最後に頼れるのは自分だけだ。仕事をやらせてくれ。うまくやってみせる。それで俺を引き止めてたわけか。全部嘘だったんだ。まだ頼みか。金が貯まったら何か買うのだ。母さん、母さん、起きて。確かに入れて強くなるなら何でも入れる。これも俺の流儀だ。生身じゃサンデビスタンのブーストに耐えられない。確かにサイバーパンクになるには貧相ね。そこまで軟弱じゃねえ。どうだか。ルーシーとはどうだ。さすがに見え見えだぞ。俺、相手にされてないんじゃないかな。どこまでが本当だったのかわからないんだよね。本当に思ったより早いの。前を走ってる奴に言われても嬉しくないね。月へ行きたいのさ、それが夢の。ルーシー、もういいわ。ああ、じゃ。
の少し話せない？ああ曇ってるな。あの月の BD 良かったな。楽しかった。私も話したいと思ってた。え？あんたは飛び出すわ。誰にでも反射的に、考えもなしに、そういうやつ。じゃあなんで？この世界で名を残す方法はどう生きるかじゃない、どう死ぬかよ。あんたには似合わないよ。俺が君を月に連れて行くよ。約束する。死んでほしくない。死ぬもんか。それも見たのかい？なあ、知っててそれをインストールしてるのか。イカれたやつだな。俺はこいつみたいにはならない。自分は特別だと。サイバーサイコになったやつを何人も見てきたよ。強力なインプラントは生身のボディからソウルをニューマシンへと追いやっていく。先のない崖っぷちへとね。結末は二つに一つ。いつか正気を失うか、その前に死ぬかさ。サイバーサイコシスト。メイ、トリオが言ってたんだけど、それは大丈夫だよな、メイは。デイビッド、どこ行く気？助けに行く。囲まれてるのよ。なおさら行かなきゃ。ダメよ、あんた死にたいの。メイ、今あんたのとこに行くよ。あんたからやれって言えば。俺、メイ。なんだ、デイビッドか。怪我しなかったか？なんだこれ。それくらいしかしてやるね。逃げよう、メイ。あんたも死んじまう。俺は逃げねえ。死神がそこまで来てる。分かった、俺も戦うよ。デイビッド、母さん決めたんだ。やるって。俺がメイを助ける。ビビんな、メイ。二人ならなんとかできる。デイビッド、お前にはまだ無理だ。デイビッド、走り抜けろ。この生徒はデイビッド・マルティネス、17歳。このインプラントはジェームス・ノリス元、耐えられなかったインプラントですが、彼には副作用が見られません。並外れた耐性があると推測され、例のプロダクトを試す良い人材になり得る可能性があります。サイバースケルトンに耐えうる可能性だと？デイビッドのサンディビスタンへの適応性を知って荒坂が目をつけたのね。田中はデイビッドをアカデミーに呼び戻してサイバースケルトンの実装テストをするつもりだった。初めましてかな、マルティネス。かつてない勢いでクレードを稼ぎ続ける。サンデビスタン使いのルーキー。サンデビスタンは俺の一部でしかない。確かに今の君は生身の方が少なそうだ。高額報酬の仕事は当然コープ案件が多い。コープは嫌いかね？女の人を撃った。母さんとは同じくらいの年だ。待って、何だと思ってるのよ。もう今まで何人殺したかもわからない。人を殺しても何とも思わないんだ。インプラントなんか外して
それはできないよ。母さんもメインも何か俺に託して死んだ。俺はまだ何もできてない。そんなこと、だってそれ以上、俺はもう狂ってるのかもしれない。俺たち別々の道を行く方がいいのかもしれないな。もうお前は二度とここには戻ってこない。どうだ、やっぱりルーシーは出ないのか。ならチームに戻れるかい。今は無理。もう少しだけ待って。なぜ。どうしてもやらなきゃいけないことがある。それ何なの。詳しくは言えない。田中が死んだ後、破損したサイバースケルトンに関するデータの復元を妨害するランナーがいる。生きたまま引き渡してくれたら100万。引き受けよう。もはやサイバーサイコシスの一歩手前さ。それって結局何だったわけ。サイバースケルトン、軍事用インプラントよ。せっかくだから彼が飛ぶのを手伝ってあげようじゃないか。デビット、ルーシー、今までどこに。サイバースケルトンをインストールしてインプラントなんか外して。何、このままじゃみんな死ぬわ。お前にはまだ無理だ。生き延びるのはサイバースケルトンをインストールして。デビット、あなたならできるわ。いや、やるんだルーシー。このままでも全員殺されて終わりだ。よせって。待って。デビット、あなたとミリデクを戦わせるつもりよ。その後でアラサカの回収部隊が来る。全部罠なの。サイバースケルトンをインストールしてダメ。自分が特別な存在だというなら。とにかくここを切り抜ける。このままじゃインストール前に行かれちゃうぞ。デイビッド、やってやるよ。地獄までな。それが母さんの望みっていうか、夢ってやつ。あんた人の夢のために生きてるの？母さんもメインも何か俺に託して死んだ。俺はまだ何もできてない。デイビッド、もう薬も効かねえかもな。特にもらった9倍抑制剤だ。俺がヤバくなったらためらわず打ってくれ。俺が正気を保つために。変わらないね。また人の夢を覚めて生きてる。そんなこと、だってそれ以上何だと思ってるのよ。あんたにはエリートになって、アラサカタワーの最上階に勤めるくらいになってほしいんだよ。そのくらいの才能があるんだもの。母さん、ありがとう。母さん、行ってみるよ、アラサカタワーのてっぺんに。
誰にでも反射的に考えもなし、そういうやつ。じゃあなんで？この世界で名を残す方法はどう生きるかじゃない、どう死ぬかよ。エッジを踏み越えた向こう側からはもう誰も帰っては来れねえ。どんなに特別でも結末は二つに一つ。いつか正気を失うか、その前に死ぬかさ。自分は特別だ。多分私は今はもう自分のことでは怖がらない。今怖いのはあなたが。あんたはあんな風になっちゃ嫌だよ。レベカ、あと何本だ？ラスト一本だ。いよいよその時か。俺はこいつみたいにはならない。さあどうする？デイビッド、カザン、見てよ、荒坂のてっぺんだぜ。崖っぷちってやつだぞ。だからこそ行くのさ、他には何もない。そうだ、しっかりしろデイビッド。また引っ張らかれて逃げ出す気か、デイビッド。自分で選択しろ。お前は特別なんだろ。お帰りだよバカ野郎。あたしがカバーすっからさ。わかったよ、行こうな、てっぺんまで。レベッカ、あんたに命預けてんだぜ。あたしがそんだけあんたを見てるってことなんよ。まだデビットが乗ってない。ハルコ、この町から君を守る方法はこれしか俺は思いつけなかった。母さんのメインも守れなかった。母さん、逃げよう。メイン、あんたも死んじまう。君だけは守りたいんだ。抑制剤も切れたか。私なんか守らなくていい。あんた自身が生きてくれていればそれだけでよかったのに。俺のことはいいんだ、何もない俺の代わりに。君が君の夢を叶えてほしい。これが俺の夢だ。デイビッド、それって他人の夢じゃん。他人？デイビッド、あんた人の夢のために生きてるの？それってダメなことなの？デイビッド、そのくらいの才能があるんだもの。デイビッド、夢は他人のものじゃない。戻ってきて。俺が君を月に連れて行くよ、約束する。戻って。そのためなら他の何を失っても悔いはない。さっきは打てただろ、いつまでもルーキーでいるの。I'm calling for
すっげえ太陽あっつえ。君だけは守りたいんだ。好き、一緒に行けなくてごめんな。